Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo Daro, and Mecca -kava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder 一本の直線が作る不思議な位置関係をそれをさまざまな方向から検証しそれが偶然ではありえないことを証明しながらつまり自然によってできたものでないことを証明しながらそれらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林博史の ライン理論とということになります今ご覧いただいているのはイースター島から始まり西回りに大ヒのモーリア島ポンペイ島ガム島そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニそしてモヘンジョダロ最後にメッカカーバラインということになります。 これらの場所は偶然ではありえないという確率で、一直線に並んでいます。つまり、私、林博史は、これらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが、私、林博史のライン理論ということになります。 続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now! Ohio Historical Connection writes in its website as follows. Serpent Mound is an internationally known national historic landmark built by the ancient cultures of Ohio. It is an effigy mound, or a mound in the shape of an animal representing a snake with a curled tail. Nearby a Three burial mounds: two created by the Adena culture (800 BC to AD 100) and one by the Fort Ancient culture (AD 1000 to 1650). Serpent Mound has no associate burials, and was likely used for ceremonial. サーペントマウンドについて、現地のオハイオ歴史コネクションサイトは次のように書いています。サーペントマウンドはオハイオの古代文化が築いた国の歴史ランドマークです。それは動物の形、つまり尻尾を巻いた蛇の形をかたどった 彫像です。近くには三つの墳墓つまり墓がありますが、紀元前800年から紀元後100年のアテーナ文化、および紀元後1000年から1650年のフォート古代文明によって築かれたものです。が、サーペントマウンドについては、墳墓つまり墓とは関係がありません。何か、 儀式用に使われていたようです。広志林浜松り、ジャパン。サーペントマウンドは一体何なのでしょうかで、今日もう一度検証し直してみます。これがサーペントマウンドです。蛇の形をしているから サーペントマウンドと呼ばれていると思います。で、これは何かということですね。で、このヘビは卵を口にくわえています。そしてくねくねくねと曲がっていますが、どうも形が不自然なんですよね。まあ、全体に U の字の集合体ということになります。で、このサーペントマウンドは 何かということですけれども、2014年の9月に私はこのサーペントマウンドは道路標識であるということを、まあ、発見し動画化しました。そのサーペントマウンドについて、イタリア・ローマ近郊に住んでおられる古代文明の研究者のニコ・ジェラルドさんはですね、 サーペントマウンドはナイル川を模して、まあ、作られたものではないかと主張なさっておられます。で、その根拠の一つがですね、いわゆるこのナイル川の出口のところにあたるカイロ、現在はカイロですけども、その中心部にある町がですね、古代文明の中心地であったということを挙げておられます。 そこでナイル川とサーペントマウンドを比較してみます。確かに形はですね、大変よく似ています。くねくねと曲がっている山の数も一致しています。と同時にサーペントマウンドの、まあ、蛇はですね、どうも不自然なんですね。で、頭の部分に回路があり、そして尻尾の部分にですね、大きな湖があります。まあこういうところからですね、 サーペントマウンドはナイル側を模したものではないかと。そして、こんなメールが数日前に届きました。古代エジプトにおいて最も重要な中枢部はブシリスです。そこからすべての装飾者階級は巣立っていきました。ブシリス。現在は 地名にもなっているようです。もともとは王の名前だったようです。そしてその名前がですね、地名となってカイロの中心地に残っています。ギリシャ神話によれば、ブシリスはポセイドンの息子であって、エジプトの王であった。 エジプトが9年間キキンで苦しんだ時、キプロスからファラシスがやってきてこう言った。ゼフスに毎年人身供養しなければキキンはやまないだろうと。で、その後リビアからヘラクレスがやってきたので、ブシリスはヘラクレスを捕らえ祭壇に置いた。が逆にヘラクレスはブシリスとその息子を 殺してしてまった、と。分かりやすく言えばブシリスは古代エジプトの神々の拠点であったということになりますちょうどサーペントマウンドのヘビの頭の位置にそのブシリスがあるというわけです最も 空を自由に飛ぶことができた神々のことですから、ナイル川を模してですね、サーペントマウンドを作ったとしても、なんらおかしくないということになります。で、サーペントマウンドの蛇の形は、やはりどこか不自然ですよね。まあ、そんなところから、私もその説はあり得るのではないかと考えています。上がナイル川で、 下がサーペントマウンドです。つまり、ナイル川を模してサーペントマウンドを作ったということです。となると、下のサーペントマウンドは本当にヘビなのかという疑問も湧いてきます。が、私、林博士はサーペントマウンドはヘビであると考えています。 その証拠の一つが、私の林博士のナスカ理論によるものです。サーペントマウンドの卵、上の方ですね。向かって左側の中心点からナスカに線を引いてみます。そうしますと、ナスカには立派な滑走路があります。この中心、上の方から引いてきたラインがサーペントマウンドから引いてきたラインです。そのラインは、この 滑走路と寸分たがわず重なります。もう一度やってみますから、注意深くご覧ください。上からですね、サーペントマウンドから線を引いてきました。そしてそのラインは、この滑走路と寸分たがわず重なります。つまりこの滑走路はサーペントマウンドの方向を示しているということになります。 で、これがサーペントマウンド、つまりヘビの、まあ、マウンドからやってきたという証拠が、この滑走路自体に残っています。そのちょうど出口のところですね、いわゆるリービングポイント、出発点のところに、トグロを巻いたヘビが描かれています。螺旋、まあ一般には螺旋模様というふうに理解されていますけども、これは螺旋、ただの螺旋ではありません。 ヘビです。注意深くご覧ください。そして同じものがですね、日本の琵琶湖の竹生島に飾られています。竜田信仰の中心地です。えー、そのヘビもですね、同じように卵らしきものを抱えて口にくわえているというのは大変興味深いことではないでしょうか。つまり、サーペント、マウンドの方向を示す ランドマークがナスカの滑走路のところに描かれているということです。ついでですが、サーペントマウンドと大線量を線でつないでみました。この右上から斜め左下の方に走っている黄色い線がその線です。で、竹部島はこの位置にありますが、 このラインからのエラーは 4.48km です。まあ、この距離をですね、遠いと見るか、あるいは近いと見るかは皆さんの判断にお任せします。で、結論ということになります。サーペントマウンドはやはり蛇の形を模して作られたものだというふうに 私、林博士は判断しました。が、ヘビーにしてもですね、やはりどこか形が不自然であることも、これまた事実です。ですから、ナイル側を模してサーペントマウンドが作られたと考えてもおかしくないわけですけども、その証明をするのは今のところ不可能かと思われます。頭の部分にはブシリスがあります。そして巻いた尻尾の部分には ビクトリア湖があります。まあそういう位置関係にあるということですね。が、サーペントマウンドは方向指示のための地上絵でした。その説明を続く動画の中で簡単にします。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, HaMama City Japan, Secret and Mystery of Serpent Mound USA. In Japanese, サーペントマウンドの謎と秘密についてビデオ化しておきます。え、uh,、このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのかまあ私の考え方はとてもシンプルだと思います。まああの、ぐるぐるっと右の下の方に前たところありますね。これがあの、 いわゆるその、基準点にと考えます。そしてその、ぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、とぐろを巻いてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあの、エイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そしてあの、いわゆるその、点をね、カモフラージュするために蛇の絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあ、これはあの、これから説、証明していきますけども、このナスカから、あの、思たったね、世界中のキーポイントから点を引いています。 そうしますと、この、え、下が、の、くるくると巻いたところで上の点へ繋がりますね。そして、こういうふうに、あの、点を、あの、カモフラューーするためにヘビの絵を描いたということなんです。これ、ティオジャーカンから引いていますと、ちょうどくるくると巻いたところから、やっぱりこの丸いぐにゃっと曲がったところに点が来ますね。で、次に今度は北極から引いていますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線をきますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、 目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いています。今度ギザ,ギザのエジプトから引きますと、やっぱりこのぐるぐるっと回ったところかと、その先ほぐにゃっと回って真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここが、まあ、あの、彼らの地図なんですね。で、もヘンジョダラもそうなんですね。 で、中心ってから来て、この、あの、真ん中の点が、そうですね。あの、三つ書き込みますけど、真ん中の点と、ぐるぐるっと曲がった点が、そうです。それから、真顔ですね。トンコーです。この、バックウクスも、あちこちの基準点になっています。ただ、まあ、あの、これはね、ここではちょっと違うかもしれませんっていうのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、ま、 この、あとではある、全てがあるわけじゃありませんので、あの、罰工靴は、後で除外いたします。それから、このカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカンをンぐ大きさのピラミッドが最近、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。それも、やっぱりこの点のところで作ると。イースター島もそうなんですね。くるくるっとまだとこから、この角のところへ来ているわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、カットとか、そう下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 中心、基準点と、それのぐにゃっぐにゃっぐにゃ,にゃ,にゃ,にゃと曲がったところと繋ぎますと、こういうふうにみんな綺麗に入ってくるわけです。あのー、 ま、あこの手法はですね、ここだけ見ると、なんだ林はですね、こじつけているだけじゃないかと思われるかもしれませんから、もうさらにやってみますと、インディアンヘッドも、インディアンヘッドはですね、あの、上の方の卵の部分の中心部から来ていると私は考えています。あの、二つ基準点があるんですね。上と下とね、出ないとあの、全世界を網羅できませんので、あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これプレイアビヒアも同じようにあると。今度、プレイビー系は、あの、 いわゆるその東半球っていうかね、え、こっから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、テレああの、大占領はですね、これはどうしてかね、これあの、サーペットマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペットマウンドの線が、ね、あの、大占領二つにもあるんですね。それで大占領、それからカフキャマウンド、サーペットマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カフキャ、ここはカフキャマウンドですけども、これもやっぱりこう、ここれはあの、点と点をつないで、ちょっと、このカフキャマウンドについては厳しいかなっていう感じはします。し、まあ、しかし 一応皆さんに紹介しておきます。あの、カフキア、それからサンペットマウンドン、それからあの、ブライス・インタグリオスは一進一蓄線でつながります。これは何度もあの最近説明してますけども、このようにですね、サーペントマウンドは実は方向を示してるんだと。あの、どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、あの、下えーっ,とえー、っと、春分当時だったかな。 え、ごめんなさい。何かあの、その、方向を示してるっていますよ。あの、天文観測のためにこんなも作りませんね。常識で考えてください。そのも庭先に石ころ置いておけば済む話ですから。これはブラウス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、なん、あの、旬、えっ、ー、と、当時の時の太陽の日没とか日の出だとか,か勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころ置けば大体とわかることなんです。これがブラウスインタグリオスなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカモフラージュするためにこの人間の体を描いたんですよ。そしてこの点を繋ぎます。逆に点を引、あの、手打て間から線を引いてみるとぴったり重なりますから、これはメサベルでですね。U は U、ミスペディングです。ノース、これは北極です。あの、北極から引いてきた線です。これがあの、あー模片状だろうから引いてきた線ですね。で、こういうふうにこの点と点をうまく、巻、ま、くというかあの、こうしてカモフラージュするために、あの、 あえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ,点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、チザですね。あの、チリのチザでも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウストアフリカ行く、あの、ラインです。というようにこの、使ってるわけです。さらに、あの、もう一つある、ありますけどね、あの、サンサの代食代も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つはあの、皆さん、見てください。これサーペントバウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの 前に、その、今から見ると、一昨日作ったビデオでしてね、昨日ですかごめんなさい。まさに昨日作ったビデオでして、あの、一箇所間違っているところありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まあ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。と、こうまあ、いろいろ謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。というか誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これがあの、今言ったその点ですけどね。点があの、こうあるわけですけど、この点をうまく、うまくてか、フラージュするために、この蛇の絵を描いたわけです。でないとあのー、 点だけでは分かりませんからね。まあ、点だけで分かる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、ど、の点とどの点を繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、つながります。これが手を手を間からラインです。先ほどあの説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブって言いますかね。その中心部来てるの分かりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがマガオの線です。これは、あの、ちょっと間違ってると思います。今はまだ確信持ってませんけど、マガオラインはあの、あの、先でグリ上げになってるから来ますけど、マガオはちょっと見つからなかったんですね、実は。あの、で、これも表にちょうこれは綺麗にあの出てきますね。この角を角で。あの、真ん中の方ですね。あの、星の位置がちょっとずれてます。あの、わかりますかあの、ちょっとそ、そっ今の右の星から、もう一つ左寄ったくにあったところ来てますね。ですから、これ間違ってます。えー、訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあの、ブライス・インタグリオスですけども、これはあの、ここ、一週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけども、ええ、まあ私は正直言います。正直言います。あの、このブライスのインタグリオスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人のね、考古学者が何十人も何十年も、あの、研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。あれは解けなかったんだろうと。未だに右往左をしてますね。まあこれはあの、ノースポールから来た線です。 あの、で、これが、あの、モヘンジョタルからの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ仮想、仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちが言えば簡単なこ謎なんですよ。道徳についてもそうなんですよ。私、まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく俺は、あの、これ、あの、クロストポイントアフリカに行く線です。 まあこういうふうにこのなってますか、それぞれの点をつなぐと、それぞれの拠点へ行くってことです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサの大食材で、え、先日来も紹介しましたけども、あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、 他の細かいところに繋ぎますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんご存知の拠点と繋いでいました。クスコライン、それからプーマプーンク、あの、パあ、ティワナクですね。そして、ティワナクの中のプーマプンク、プーマプンク、プンクは通電に行ってきます。から爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。これはナスカラインです。あの、また興味のあるためにた、これは南極行くラインです。このようにですね、この点を繋いで、そしてそれぞれの方向を示しているということなんです。 ということで、まあ、ああのー、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これはあの、音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さようなら。グッバイ b y next time! Bye! Thank you.